アジア街の外は今頃堂島組の連中が目を光らせてる。ここにいればまず安全のはずだ。きっちり筋を通せってことなんだろう。多分な。ここだ。お前も入ってくれ。陈先生，在我客人，是日本人。你不在意用路边油吧。こちらはアジア街の顔役で、陳さん。陳さん、こちらが。桐生一馬さんだね。元堂島組の。陳先生は在日華僑に3人いる長老の一人だ。橘不動産の情報網には、この方のネットワークも大きなウェイトを占めている。アジア街に来るのは初めてだろう。狭くみすぼらしい場所だ。大したお構いもできず申し訳ない。とはいえ、これでも我々は以前このカムロ町でヤクザとも肩を並べてきたんだよ。しかしそれをあなたのボス堂島宗平や風間慎太郎が力で押さえつけた。女子供含め多くの血が流され、やがて我々は地下に押し込められた。桐生はその頃まだ堂島組にいませんでした。無論承知している。ただの世間話で、ね、失礼しました。その後力を失った我々は、時代とともに日本人の金回りが良くなるのをずっと横目に見ていた。この狭いアジア街の中でね。小田さん、そちらの客人はアジア街に歓迎できんよ。その人はあの堂島や警察にも追われているね。ここにかくまえば災いの種に。それを言えば、俺や社長も登場会に追われる身です。アジア街は同胞を見捨てることはしない。だが桐生さんは日本人のヤクザだ。それなのに橘不動産はこの件、我々に対して事前に話を通してもいない。突発的なことでやむを得ませんでした。ですがここを追い出されれば、桐生は堂島組に殺されます。それでも我々は別に困らない。待ってください。橘不動産からの上がりはアジア街にとってもでかいはずです。今までうちとアジア街はいい取引をしてきました。その上でのたってのお願いです。取引は対等なものだった。こちらも金に見合うだけの情報は提供してきたはずだよ。あんた方に借りはない。承知しています。ならこの件については別に金を用意します。私の顔に金をくれとでも書いてあるか。じゃあ他に何が必要です。言ってください。やめなさい。礼儀を忘れて交渉はできませんよ、小田さん。社長。立花、あんたもういいのか。陳さん、お騒がせしています。小田さん、陳さんは一度下した決断を変える方じゃありません。私たちもアジア街にいる以上、そのことをわきまえておくべきです。
ここに桐生さんかくまうことはできません。でも社長。織田、もういい。事情はよく分かった。俺はよそに行く。帰る前にお茶を一杯どうだね。そのくらいはここにいても構わんよ。いえ、お気遣いなく。すみません、桐生さん。私もあの陳さんがここまで堂島組を恐れているとは思っていませんでした。風間のおやっさんも言ってた。何年か前、堂島組は外国人のしのぎを奪って大きくなったって聞いている。その時かなりの血が流れたらしい。ああ、俺たちはその頃まだ神室町にいなかった。それで陳さんとの間に温度差があったようだ。いいんだ、俺はここを出る。また連絡してくれ。それなら西公園で身を隠すのが良いかと。ここほど安全とは言いませんが。西公園、ホームレスのたまり場になっています。あそこなら堂島組もすぐに桐生さんを見つけられはしないでしょう。分かった。それにしても今は逃げ回るので手一杯だな。殻の一壺の方はどうなってる？持ち主を抑えるって話だったはずだ。ええ、でもその話はまた後で。西公園に行ったら今夜だけはそこでしのいでください。明日迎えに上がります。この寒空に野宿か。かける言葉が見つかりません。ならあんたも一緒にどうだ。今二人でいるのは目立ちます。それに私は明日のために少し準備がありますから。準備？何のだ？大したことじゃありません。そっか、それじゃ明日だな。ええ、それではまた。なんとか堂島組に見つからないように気をつけてください。分かってる。おい。
ああ、おい、あ、あ、なに、
これでどうだ資金投入だ。よくやったぜ。
ジャリンジャリン稼ぐぜ、ガンガン稼ぐぜ。
やりんじゃりん稼ぐぜ。稼ぐぜ。いらっしゃいませ。ありがとう。やってる？何？
おお、稼ぐぜ。いい店になったな。なんか。稼ぐぜ。